俺の区間は AWM。はい、どうも、スコリです。今回ですね、まあ、中国の方でまた、アップデート要素の、まあ、まとめみたいな、検討要素とか、まあ、予定している要素のまとめっていうのが出てますんで、まあ、それについてですね、まとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、もう今回結構ね、要素が多いんで、まあ、ゆっくりちょっと話していこうかなと思います。まずですね、今回やってます電動に関する話ですね。まあ、電動の方ですね、今回、まあ、1個しかなかったっしょ、パラシュート。なんで1個しかねえやんみたいな。クオリティ低くねみたいな感じで言われていたんで、まあ、もうちょっとなんか、金銃だったりとか、まあ、金車の、まあ、クオリティってのを上げるべきやったなと。次回以降、まあ、出すんだったらそこら辺の、周りのクオリティも上げますよ、ってことを言われてますね。あとは、悪魔の外装ってのはこれ、信長のスキンの方ですね。まあ、あれも分割できるようにする可能性もあるよっていう。で、分割した場合、っていうのは効果音の方は一部使える可能性もありますよってことが言われてます。電動 M4 の方のドットに関しましては早ければ今月中に実装というふうに言われてます。それ以外の機能実装は現状考えていないというふうになってますね。で、あとは新規の要素についてですね、はい、まとめられていますね。まず今桜の栄光の方実装されてますが、それに加えて新しいね桜のスキンの方も出しますよっていう風に言ってますね。これ栄光の方で出すっていう風に言われてます。あとは3月前半に白川りの復刻の方ですね、金券の方で復刻するっていう風に言われてます。良心的な方法でっていう風に書かれてますね。そして、まあ、AK の華麗な刹那の方。これもね、3月の後半の方に実装というふうになっています。そして、3月の半ば頃に、小規模ですけれど、コラボレーションの方も持ってくるというふうに言われてますね。で、まあ、あと、4月5月の方にね、ゴールデンウィークのイベントの方もしますよ、みたいなふうに言われてます。まあ、4月はなんだかんだ後半じゃないですか。まあ、基本5月と覚えておいた方がいいと思います。そして、まあ、ダイヤの方とか、銀貨の方も、使い道の方を用意しますよ、っていう。ふうに言われてますね。まあ、この使い道の部分ですね、派遣命令ってのが書いてると思うんですが、これもともとは超奴隷って名前のアイテムなんですよね。超奴隷の使用用途も増やしますよというふうにですね、言われていますが、超奴隷ってのは機密の交換アイテムです。機密物資の交換用アイテムのことですね。まあ、なんで、機密物資も実装予定と、はい、いうふうになってるようです。で、次ですね、マイトピアの改変ですね。これがまあ、決まってます。マイトピアの方ですね、まず、置けるそのアイテムの個数を増やすだったりとか、まあ、一部のね、オブジェの方とか置けるようになりますよっていうふうに言われてます。まあ、ピアノとかも追加していきつつ、まあ、空のね色の変化とかも追加するっていう風になってます。まあ、車の運転とか乗馬の方もしやすいようなシステムを実装するとか、まあ、そういうことが言われてます。はい。まあ、マイトピアの方に関しましてはどこ変えればいいかわかんねえよみたいな感じで書いてるんで、まあ、時間はかかるみたいですね。はい。まあ、あとは、まあ、アップデートのその検討要素ですね。まあ、実装しよっかなみたいな。提案されたけど、どうしましょうかねって話をいくつかされてます。まず、まあ、3体のね、チームメイトの復活回数が分かるようにしてほしいっていう。分からんすもんね、今。現状、ボイスチャットとかで教えてもらわないと。それが分かるようにできるシステムだったりとか、タイヤを壊れた車、タイヤ直せるようにする機能だったりとか、これはいらないけどね。うん。検討のまま終わってほしい要素ですけれど、タイヤの修理は。あとは、月間のその、豪華限定版のですね、車の方にもシリアルナンバーの方をつけようかな、みたいなやつとか、これつけた方がいいと思います。でもつけたら RMT 発売ってなっちゃいますよね。そして、まあ、多くのプレイヤーが同じ車を長い間使ってるんで、まあ、なんかいろんなその車使えるような機能が欲しいっていうことやったりとか、まあ、霧の復活ですね、通常の。ってのを書いてますね。で、同じく検討要素ですね。まあ、次のまあ、アップデートだったりとか、まあ、ここ数回ぐらいのアップデートで、まあ、一部のレジャーの方は消しますよって言われてます。あとは、ま、孤島の方で回復置くとき、まあ、回復置きましたっていうメッセージが出るようにするみたいですね。あと、待機場で自分がチャット打ったら、自分のその頭の上にも打ったチャット文が出るような機能の検討だったりとか、人狼の方で一列マッチングモードを追加し、誰も一緒にマッチングしないようにします。ってのはちょっとよくわかんないんですけれど、まあ、身内だけで多分できるようにするみたいな。俺人狼嫌いだから1000件わからんけれど、文章のそのニュアンス的にはそんな感じのことが書いてますね。まあ、あと、前々からね、復刻のそのリストアップみたいな、あるよっていうのも話してると思うんですよ。このリストの中から、でその復刻するアイテムを決めますよみたいなのがまとめてあるねっていうのを言ってると思いますが、まあ、例えば今回の AK の華麗な刹那の方の復刻とかはそのリストの方から復刻決まったっていうね、あしらかばりもそうですね。はい、そんな感じになっていて、そのリストの方に新しく3つのアイテムの方が追加されてます。まあ、1つは、まあ、星の AK と、まあ、このオレンジ枠とこのオレンジ枠が新しくリストアップされています。まあ、以上が今回のアップデート予定だったりとか検討要素ですね。まあ、あくまで予定だったりとか検討要素なんで、いつ来るかどうかはわかんないし、実装確定ではないということを皆さん覚えておくといいと思います。これでまあまとめられているからといって、全部来るわけではないっていうふうに皆さん覚えておいてください。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、今から売り上げ伸ばそうと思ったら、バフマーケット使えばいいのにと。いや、俺バフマーケット安売りしていいと思うんですけど、バフマーケットっていう存在を、あそこに出せる商品さ、どんどん増やしていいと思ってるんですけどね。なんでこんな増やさないんだろうなってのは、マジでずっと思っている。
っていう、早く増やせよみたいな。あそこが今さ、一番さ、ワンチャン儲けれる要素やぞっていうね、これ子供部屋が。これマジで思うんですけど、いや、増やさねえなーみたいな。もったいねえなーっていうふうには、マジで思います。あそこは安売りしていいよ。どんどんその、売れる玉を増やすことによって、買う気はないけど、売りはしようって人が増えるんで、自分がその持っているスキンで、一般的には人気と言われているけれど、俺はいらないみたいなスキンって、みんな持たれていると思うんですけれど、そういうのをさ、売れるんだったら売っちゃおうってことが多いですから、売るでしょう。で、売ってお金が貯まったら、そのお金で違うスキン買ってもいいかなっていう考えになるわけで、そうしたらまあ、市場は活性化しますからね。活性化すればするほど、手数料は小池ドームに入ってくるんで、バフマーケットは安売りしてんだよ。で、バフマーケットで売るさ、この間のあの、箱販売だったりとか、電動の方は安売りしたらダメなんだよ。いや、逆逆と思って。安売りすべき存在とあんますべきでない存在、扱いが逆って思ってね。箱販売なんかさ、めちゃくちゃ大事に扱った方がよかったのに。電動もそうやしさ、大事に扱えばそのブランドは長く持つし長く活用できるよ。どうせだったら作ったものは長く活用できた方が絶対的にそのアドバンテージがあるわけじゃないですか。なんでそのアドバンテージを自分から失っていってさ、アドバンテージを得れる方法を使わないみたいな、意味わかんねえって思いますわ。はい、逆だろうみたいな、マジで思う。箱販売なんかさ、普通になってこの間のやつもさ、あの第1回目と同じようなテーマいる時分かってあると思うんですよね。テーマで、まあ、紫と黒だったんでしょ、スキンの方が。じゃあ紫と黒のやつテーマで入れればいいじゃんっていう風に思うし、まあ、コラボレーションとかでも使っていってね、既存のキャラクターのなんか水着バージョンみたいなの入れとったら無難に売れるわけじゃないですか。エヴァのさ、綾波とさ、レイのあの水着バージョンの衣装、まあ、公式でもその結構水着になってるんです、その2人が。それをさ、スキンにして箱として販売しますみたいな、限定でってやったらさ、売れると思うし、バフマーケットでもその売れ筋ナンバーワンみたいな商品になれるしさ、なんで使わなかったんだろうみたいな、なんでそういうさ使い方をしなかったんだろうみたいな、いや思うんだよなマジで。なんかもったいないよなみたいな、めちゃくちゃもったいないよなって思うっすわ。で、次ですね。イベントもミッションもなくてやることないから、普段やらないの楽にやってみたら、4人組とよく組まされて、ボイスつけてくれと言えるのがめんどくさいと。絶対的優位の立場でマウント取りたいんだなと。そこまでは俺思わんけどでもね、マウント取りたいとは全く思わんけどさ。まあ、喋るの、ボイスがないとなーみたいな、ね、ボイス必須だろって思ってる人は結構なんか、やりづれーなーって思う時ありますね。俺、ボイスつけたくないからな。喋りたくないんだよ。まあ、一人でそのゆっくりゲームはしたいんですよね。まあ、なんでそのチームではそもそもしないわけなんですけど。いや、ボイスつけてくれって人おったらね、結構めんどくせえなってのは正直思う。まあ、単純に喋りたくないってのもある。まあ、別にその喋ってもいいんですよ。喋ってもいいんですけれど、自分は iPad で、まあ、普段ですね、こういうことやってるわけなんですよね。で、キャプチャ繋いで、その iPad でプレイしているんですが、キャプチャ繋いでいても、マイク部分に関しては iPad から拾うんですよ。そうなると、iPad でそのマイクの部分と手がちょうど当たってるんで、カサカサ音っていうのが相手に入っちゃうんですよね。で、Bluetooth で iPad とも繋げれないから、そのカサカサ音っていうのを消すことができないんで、相手に気を使わせてしまうんですよ。すごいその、自分のね、VC のカサカサ音がうるさいせいでプレイしづらいって状況にさせちゃうんで、でも Bluetooth とは繋げれないわけなんですよ。キャプチャーしてるから画面も。それがね、なんか、すげえ気使ってめんどくせえなと思って、まあ、人としなくなった理由ですね。はい。で、次ですね。6周年で新マップ開放かなと。どうでしょうね。まあ、7月、8月ぐらいに、まあ、新しいマップの情報を公開して、周年開放みたいなね。孤島もなんかそんな感じだったんですよね、確か。もうちょっと後かな、情報出たの、孤島は。でも大体今同じ感じの流れになってましたよね。そんな感じかもしれませんね。はい。まあ、進化シールド出していいよ。進化シールド。エペなくなったしさ。ね、モバイルで進化シールドあるゲームないでしょ。出していいっす。相手に対してその与えたダメージによって進化していくシールド出していいよ。いや、結構進化シールドさ、Apex モバイルやっぱいいなと思ったもん。まあ、モバイルゲームなんで、多分ね、パソコンよりも削れる速度は速いんですよ。時間差あるから。で、それでもやっぱり立ち回りの自由度があって面白かったし、荒野も進化シールド実装していいっすよ。それでさ、実装してまた訴訟されたら面白いっすよね。ダイアットと EA の両方にその訴訟されたゲームっていうね。ダイアットEA そして PUBG コーポレーションね、三冠王じゃん。ぜひ三冠王目指してください。はい、村上さんも目指してですね。で、次ですね。電動車があるせいでガチャの金車に魅力がなくなって売り上げ落ちてるんじゃないのと。あ、まあそれもあるでしょうね。はい、正直昔は金車でもまあワンチャンありましたからね、コラボレーション金車。例えばそのちょっと等級上げやすいとか特殊な機能がついてるとかだったら普通にゲットしていましたし、妥協して使うってことはできましたからね、性能が良かったら。今はまあ妥協って言ってもねみたいな、電動あるからねって感じになってしまってるってのはあると思います。まあ、昔まあね、豪華限定版あるからねっていう風になってましたが、まあ、それでもね、通常車両の折れ幕とか村幕の方とか使われてましたしね。まあ、ですし、まあ折れ幕村幕に対してっていう、そこに対してのカウンター考えると、まあ、コラボの金賞もワンチャンありのやつは少しあったっていうね、みんな感じになってましたが、まあ、コラボのやつ回してもその戦闘に活かせないんだよな。
見た目だけなんで、戦闘に生かせない。ってのが結構まあでかいってのは正直あると思いますね。うん、だからまあその銃メインになっちゃってるっていう現在は。拳銃何が入るかっていうのが結構そのコラボレーションにおいてでかい要素じゃないですか。まあ作品によっては服もそうですね。まあそこは魅力的じゃないといけないし、そこを魅力的に思うかどうかっていうのはもう主観でしかないんで、まあ、主観に頼り切ったさ、集金スタイルってのはやっぱりその安定はしないよね。まあ、そうなるとやっぱりその性能でその差別化できないとか、これもワンチャン戦闘で活用できるだろうっていうものが毎回ないと、まあ、ガチャとしては厳しいだろうね。見た目がいいやつってやっぱ、これめっちゃいいじゃんって思われるのって、やっぱ数ヶ月に1回ぐらいしかないんで、なかなかユーザーにそう毎回思わせるってのはできないからね。まあメインとなるような車とかね、まあ、そういうのがなくても、まあ迷彩服となり得るような存在っていうのをさ、入れておくっていう。例えばフェイスマスクのちょっと色違いみたいなやつとかね、まあおしゃれ迷彩の、まあ、ちょっと違うバージョンとか、ちょっと色違いとか入れておくことによって外れに。まあそれだけでもちょっと当てておこうかなっていうふうに思う人が出てくるわけじゃないですか。そういうなんかさ、外れの方で、まあワンチャン作っていくっていうのも、俺は大事だと思うけど。売っていく上で、まあ、当たりの方でもそれができるんだったらしてもいいと思うし、まあそういうなんかいろんなその多方面に対して回す理由っていうのを毎回作ってあげないとね、厳しいよなと思いますが。